はい今回はですね、えー、TR3B という、えー、アメリカが、えー、今まで隠していたとされている、えーまあ、ブラックマンタ戦闘機っていうのについてお話ししていきたいと思います、えー、まあ、よく、まあ、リスナー様もまあ,あの、まあ、聞いたことが、えー、あると思うんですがまあいわゆるまあ、UFO っていうやつですよね。えー あの未確認物体とかわからないんで、えー、な,なんだろうわかんないな、UFO だな、あの三角形はとかってね、えー、まあそういう話でね、まあ,あの <laughs> この前、リスナー様が UFO って、あのカップ焼きそばかっていう、まあ、冗談をおっしゃってましたけど、まあ、まああそんなお茶目なまな、あ、冗談をさておきっていうことで、あのこれ、もちろん諸説いろいろあるんで、わからないんですよ、ただ僕はあのちょっと思うことがありまして、そういうなんか、あの 理系の難しい話ではなくその例えば宇宙がどうとかっていうことではなく単純にまあまあ文系っていう言葉も変ですけど単純にさまざまな思惑があってあ物を隠してるんじゃないかっていう,そう,いう話なんですよね。でそれがあの、まあえー、と日本にも、えー 訪れたっていうような話があるんで、ちょっとそれをまあ皆さんと、えー、考えていきたいと思います。まあもちろんね、えー、僕の言ってることは正しいかどうかっていうのはわからないんで、まあ、僕は、えー、まあ、こう思いますっていうことで、えー、信じるか信じないかはあなた次第ですっていうことでね。まあ,あの UFO と言っても分からないし、真相というのはまあブラックボックスで、まあ、リスナー様も見るかもしれないんですけど、あの未確認飛行物体は何なのか分からないなっていうんですけれども、分からないようにしてるからなんですよねと僕は、えー、理解しておりまして、あの分からなくする、えー、理由があるんですよね。うんだからこの ええー、まあ日本もそうですがまあ世界のあちらこちらでええー、まあ目撃されてテレビに出たりとかあの物体は何なのかわからないな未確認飛行物体だからあれは UFO に違いないんだなって言って実はね、えー、アメリカ軍、えー、情報機関がですね知っているんですよそういうことをおそらくしかし訳があって言わないんですねでなんだろなんだろうって言ってええー、まあ人々に今その不安を煽るとでええー、もしかしたらもうちょっとしたらそれを明かすんじゃないかっていうことも言ってたんでまあどの に明かされるかっていうのは分からないんですが、とりあえず今、分かっている限りのものとえ、そういったことをちょっと真剣に、えー、か考えていきたいと思います、まあ、あのその得体の知らない三角形の空をヒ,ヒ,ヒューラヒューラ飛ぶものなんですけど、まあ、その正体ですよね、もちろん分からないんですが、えそれがです、ね、この TR3B っていう、えー、アメリカがです、ね、隠している、こっそり隠している、まあ、ブラックマンタ戦闘機なんじゃないかということなんですよ。 この話を聞くと何を言うのかなって思われるかもしれないんですがアメリカっていう、えー、国がですね、えー、極秘に水面下で、えー、進めていたものがあるんですが、えー、ブラックプロジェクトっていうのが、えー、言われていてそのブラックプロジェクトの中に、えー、ブラックマンタ、えーまあ、ブラックマンタ戦闘機それがまあその TR3B っていうことなんですが、えー、そのまあこの ブラックマンタ戦闘機 TR3B という探偵機ですよね、だからその探偵機ということなので、もちろん真相が分かりませんが、いろんなことを考えられるんですよ、情報機関を、情報活動をしたり、分からないですか、何かをしたりとか、でまあ、この、えーまあ、謎とされている、得体が知れないとされている、えー、理解が分からない、もう僕らの理解の外側にいる、見たことがないものなんで、内側からね、えー、特徴が3つあるということで。 この TR3B ですね、形が三角形、原子力で動く、反重力戦闘機ということまでがまあさされている、もちろん噂なんでね、はっきりとっていうのは分かりません、でですね、なんだろう分からないな、なんだろう分からないな、未確認飛行物体だなと言うんですが、実はこの TR3B というそのものをねアメリカがわざと故意に。 えー、隠しているんじゃないかっていうそういう、えー、可能性もあるんですよ。あのー、まあ、難しいまあ理科の話、理科っていうかまあ、物理が分かんないんですけど。 反重力戦闘機っていうことなんで、重力とは関係なく飛んでいけるんで、まあ、僕らからしたら一般人はちょっと理解が厳しいんですよね、うん、普通に重力にあの例えば従ってとかっていうんですけどで、えー、例えば反重力戦闘機とか、重力に無関係にそういったことができるのか、できないのかってできるんですよ、NASA が、ねえー、そういったことを水面下で、えーまあ、研究していて。 TR3A ブラックマンという研究をしていたということも言われているのでおそらく反重力で物が飛べるというようなことでこのまあ、TR3A ブラックマンもそうですし TR3B っていうのもそうですけどアメリカがですねこういったものを隠しておくことによってこういったものが万が一、えー 上空にフラフラしても僕らはらはわかないんですよね、えー、こういったものであることがわからないから、まあ、僕はちょっと今回ね、ね、まあ、リスナー様にまあ何かしらえ分かってというか、お伝えさせていただきたいと思って調べたんですけど、なんだろうな、この未確認物体は UFO かなという、UFO じゃないんですよね、TR3B というアメリカが隠していたまあ戦闘機ですね。うん そういうことがちょっと分かるだけでも、まあまあ、違うって言ったら申し訳ないんですけどどうかなと思うんで,でこの TR3B っていうのなんですがもともとこういうものではなかったんですねこれっていうのはまあちょっとしたっていうかえ、まあ、歴史がえありましてその歴史についてちょっとここからえお話ししていきたいと思いますまあ歴史というかまあ真面目な、うん、話なんですがもともと TR3B ではなくね SR91 っていうものが アストラ TR-3B に変わっていっ,たっていいたうもともと、ね、アメリカというのは SR91 という探偵機を所有していたんですね、でこの SR91 が進化してアストラ,ラ TR3B になったんじゃないかということが言われています、イギリスでもです、ね、目撃証言があるんですよね。 でただ、あのー、問題というのがありまして、この SR91 という探偵機なんですが、アメリカが、えー、宇宙のオーロラ計画を、えーまあ、考えていたんですが、途中で頓挫してしまったんですね、予算の関係。 何かで、でそのオーロラ宇宙のオーロラ計画が消えたと同時に SR91 ていうのも消えたんですよね、多分この消えてから、えー、NASA とかで、えー、まあ水面下で秘密にこういったものを研究していた可能性がありまして、その SR91 が進化して、えー、アストラ TR3B になったんじゃないかっていうこと。でまあ 軍事兵器とかって言われるんでね。えー、まあ、どういったえー？軍とか何かをえー、まあ、しでかすのかって話なんですけど、これもまあしでかした疑惑があるんですよね？フランスでえー、まあ、目撃されているって言われているんですが。 アメリカ最新鋭反重力戦闘機と言われているアストラ TR3B ということなんですがフランスの上空をアストラ TR3B がふフらふら飛んでいたということなんですがおそらくこれというのは探偵機なんで探偵していた可能性がありますさらにこの軍事兵器と言われる要因なんですがおそらくこういうことではないかなとかと思うんですが。アストラいうのは軍事 兵器としての側面を兼ね備えているということなんで。 タリバンで、えー、この三角形の、まあ、謎の物体が地獄をゆら,ゆらゆらしていたんですがその後です、ね、まあ、地上施設が爆破されたので、えー、こ,ここから何か落ちた可能性があるんですね、えー、このアストラ 3B から、えー、何か落ちたとかでそれが、えー、このフランスの、えーまあ、ゆらゆらしていたものと似ているのでフランスの上空あるいは、えー、このタリバンのところにいたのがこの、えー、アストラ TR3B なんじゃないかっていう,ような話、ダ、まあ、ストラ TR3B が上空から、まあ、何かをしたっていう、そういった可能性があります、そしてリスナー様にお話したように、例えばこういったね上空から何かを仕掛ける際に、存在がばれていては具合が悪いわけですよ、これっていうのはあのアメリカ軍の TR3B だから、これが何かやったんじゃないかっていうのをばれるとよくないか、だから言わないんですよね、で例えば先ほどの何、ね、て言うんだろう。 タリバンで謎のものを落としてみたりとかそれ爆破してるんでね必ず何か落ちてると思うんですよ、でそういったものを隠すためにこう正体を隠しているというその疑惑ですね。アメリカっていうのはねあのいろんなものを隠してるんで、まあ、僕らには、えー、分からないんですよあの、もちろん全部は分からないし、で今回なぜこれを取り上げたとか,っていうかお話しさせていただいたかというとなんと、えー、僕たちの住んでる日本にですね、えー、この TR3B が、えーまあ、いたと、あったと、えー、目撃されたと。 これっていうのはだいぶやべえなって話ですよね、さっきお話し,しましたけど、ブラックマンタ戦闘機もそうですし、これね、上から何かを仕掛けることができるんで、あのさっきのね、 あのアストラ 3B がタリバン基地を上から何かやって、ね、爆発させたっていうそういったものがあるってことは日本もその可能性がされる可能性がありますよね、で例えばそういう話をすると嘘だとかっていう話かもしれないんですが、おそらく本当なんですよね、日本の中にアメリカ軍の基地があります、横田基地、うん、これっていうのはあの日本の中でアメリカ軍の基地として横田基地がありますが、この横田基地にです、ね、なんと TR3B が3基配置されたっていうことなんですよね。 で日本国内でもちら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 見られる福島とか富士山でこの謎の三角形の物体が目撃されるんですがおそらくこれが TR3B ですね。 UFO なんじゃないかって言って話をはぐらかしたりとかわからないって言ってるんですがそれっていうのは先ほど言ったように正体を分かられたくないんですよねだから例えば上から何かをするかもしれないですしどういったことで何をするかがわからないんですがそれをした際にばれるわけですよこの正体が TRSDB とかっていうことであればだからわからないなとかってなんだろうこれは未確認物体というのは UFO なんじゃないかとかって言うんですがそれっていうのは全くそんなことではなくわかんないわかんないって言って僕らを例えばわからないふうに 目くらましをしているんですが、TR3B というこのアメリカの戦闘機が日本の中に3機配置されて、おそらく日本の上空をちょっと飛んでいる可能性もあります。 え福島富士山で見られたものがえまあその可能性があるということでこれっていうのは結構あのだいぶこ怖えなっていうあの話だとまあ僕は思うんですよねまあリスナー様はちょっとまあどう思われるかわからないんですがまあその UFO とかをまあ信じるか信じないとかね、うん、だって UFO とかそういう話ではなくそういったものを単純に今隠してるっていうような話でねでその当然あの当たり前ですが隠すには、えー、理,理由があるんですよね別にゆ言っていいものであれば、えー、多分言うでしょうがさっ先 にまあ、万が一、ねまあ、戦争とまではいかないまでも何かを仕掛ける際にそういったものが分かっている、えー、分かっていないとは全然意味が違うんで。 あのまあ、日本人をはじめ世界の、えーまあ、人たちに対してこれというのは何だろうな、分からないなあの未確認物体でこ怖いなとかってうそういった不安とか、えー、恐怖とかというのも分かるんですがおそらくアメリカの諜、ねえーまあ、報機関というのはもちろん全て分かっているっていう、えー、そういうことだと思います今回は TR3B と、ね、TR っていうものについてお話ししてみました。えー、今回はここででで終わりりすす最後まま聞いていただいててありがとうございます